岡田よしこ、岡田よしこ、岡田、よしこ、1902年4月21日から1992年2月10日は、日本の女優、アナウンサー。大正から、昭和初期にかけて、サイレント映画時代のトップ映画女優であった。奔放な恋愛変歴やソビエト連邦、現、ロシア連邦への亡命など、波乱の生涯を送ったことでも知られる。1902年、 明治三十五年四月二十一日、新聞記者の娘として、広島県広島市在区町、現、広島市中区大手町に誕生。在区町は、後年、1945年現死、爆弾投下地点となった町である。優秀な教育を受け育つ。母方の祖母が、オランダ人の血を引くため、エキゾチックな美貌を受け継いだ。父の放浪癖のために、一家は、 朝鮮の富山、横須賀、東京の吉島などに移り、吉子も小学校を八つも変わった。父は、学校で、宮城、皇居春夏杯、皇居洋杯などがあると休ませてしまうリベラリストで、これが、後年、吉子の方にハマることを嫌う奔放な生き方に、影響を与えているものと思われる。1915年、大正4年東京、女子美術学校西洋画家へ入学。 1917年、大正6年父が北海道小樽の北門日報の主筆に招かれ、よしこも卒業して、翌1918年、大正7年小樽に移り同社の婦人記者として入社する。同年、事前演芸会の催しで頼まれて、ヒロインに奮して出演。際立った美貌が評判となる。父が芸術座の島村宝月や、 劇作家の中村義蔵と知り合いだったこともあり、翌1919 19年、大正8年、父に連れられて上京、中村のうちで主となる。芸術座は、前年秋の島村の病死、1919年の松井須馬子の自殺で解散。中村は、松竹と提携し、新芸術座を、旗揚げ、同年、3月1日の有楽座、カルメンの早くで、 初舞台を踏む。新芸術座も解散。この五新聞芸協会の東北地方巡業中、在院で、早稲田大学4課の学生、服部義りと無知のまま初体験を持ち妊娠。東京に戻り男児、岡田博士と命名を出産。吉子の弟として、岡田家の席に入れる。彼は後に医師となり、1946年に、上海で勤務した際には、囚われのみとなっていた。 愛心かくら個性、不義の命の応診も行い、彼女とその母、佐賀博が軟禁されていることを、上海連絡班の田中哲夫に伝え、母子救出のきっかけを作った。服部は、結婚を迫ったが拒否した。多くの劇団の客演をこなし1921年、大正十年舞台協会定劇公演での出家とその弟子、倉田百三作において、 息を飲むようなラブシーンを見せ、一躍進撃のスター女優となった。この後地方巡業中、共演した山田孝也と愛人関係となる。これを妬んだ服部は1925年、大正14年鉄道自殺した。1922年、大正11年に一括向島撮影所の絹笠、邸之助らお山を含む、幹部俳優が社の有才用の不安から、国勝に移籍。 日活向島はこれを埋めるため、舞台協会の吉子や夏川静らと契約した。第1回作品は1923年、大正12年倉田103の儀曲、出家とその弟子をベースにした、ドクロの舞。愛欲心理描写が、サイレント期、日本映画のエポックとなった、新生、日活の、この大作で、吉子は町娘を演じ映画でも、一役スターとなった。 この後舞台と並行して映画出演を続けたが同年関東大震災のため日活向島が閉鎖。舞台を続けるが不入りが続き多額の借金を抱えた。さらに結婚を望んだ山田に30歳も上のパトロンの妻がいることが分かり、山田の煮え切らない態度に悩む。この妻への意地で日活京都撮影所と契約。日活から前借りし、 借金を返済したため、一座を救うため身を打った、大正をと新聞に騒がれた。1925年、大正14年、町の手品氏に主演。舞台のスターだった吉子は、自らの演技を活かせない、村田ミノル監督の細かいカット割りに強く反発した。しかしながらこの作品の吉子の演技は、完璧に達すると高い評価を得た。この頃から不当止まり調にあった。 カラフト民友新聞にいた両親が京都に訪ねてきて、用立ててやる。給料の大半は借金返済に回され見売りした、女郎に、変わりがない、と深刻に悩む。続く、大地は微笑む、オムニバス、監督溝の口検事ほかは、日活、松竹、東亜キネマの三者共作となったメロドラマの、大作だったが、よしこの日活版に軍配が上がり、 東亜キネマの専属になっていた山田の内縁の妻と世間にも知られていたにもかかわらず、この年10月の映画女優人気投票でトップとなった。この年は、K9 本の映画に出演。1926年、昭和元年はキネマ順報ベスト1 0位となった日輪、村田ミノル監督た7本の映画に主演。この年講演会で、 私たち女優をもっと真面目に扱ってほしいとスターの人権宣言をする。1927年、昭和2年、彼をめぐる5人の女に主演。これもベスト102となりモダンなタイプのヒロン像は、それまでの日本の女優にないタイプのもので新しい、時代の息吹として大きな評判を取る。同年、大作映画、椿姫のヒロインに抜擢される。今までにない意欲を持って、 撮影に挑んだが、ロケ現場で群衆を前に、村田監督から罵倒に近い姿勢を浴びたり、私生活の悩みを抱えそれを、相手役の美男俳優、竹内良一に相談したところ衝動的に駆け落ちし、失踪。新聞は、上司をなす恐れありなどと書き立て、スキャンダルとして大騒ぎになる。間もなく結婚。日活は解雇され映画界から締め出された。 恋の逃避行は彼らを大衆のアイドルとしたが、反面その奔放さに対する反感も強く、舞台では立ち往生させられるほどのひどいやじに見舞いれた。この年最愛の母が四十六歳で病死。九百二十八年、昭和三年大衆作家直三十五の肝入りで、岡田義子一座を旗揚げ。この年から九百三十年、 昭和5年4月に解散するまでほぼ2年間地方、巡業、新州、北陸、東北、関西、東海、四国、中国、九州、さらに朝鮮、中国、台湾も一周と、工業の引き受けてがあるところが尽きるまで各地を回った。帰郷後、日本で糸口がついたばかりのトーキー、有声映画に着目、自らのプロダクションを設立。 吉し主演、竹内監督で、舞踏や流行語歌を題材とした十数本の映画を制作、売り込みを図る。また、日本舞踊に本格的に取り組む。藤間静江の門下となり、名取を許され藤影吉子を名乗った。1932年、昭和7年に、日活時代の借金を肩代わりするとの条件で、松竹鎌田撮影所契約。しかし、栗島澄子 田中絹代、川崎ひろ子ら人気スターの間においては、若さの森に、スターの座を退いた吉子は、華やかさで彼女らには及ばず、役にも恵まれずオズヤスジローの、また会う日まで、東京の女の主演以外は、意欲の湧かないものばかりであった。舞台出身ということで最大の希望はトーキーで、いくつか出演はするも脇役あるいは不調和な役柄が、続く。年、 昭和九年父が病死。絹笠邸之介のまた旅物の傑作、一本型など表入り、やオズのネオリアリズムの傑作、東京の宿に出演するが、使いにくい女優と敬遠されるに至り、自分が心底打ち込める作品を求め舞台転向を決意。数本の映画出演の傍ら小竹参加の、心配演劇、井上正雄一座に参加、舞台出演が増えた。 一年前から竹内との中は、冷え切り別居状態になっていたが、1936年、昭和11年8月、吉子の舞台を演出したロシア式演技メソッド、指導者で共産主義者の演出家、杉本良吉と激しい恋に落ちる。1931年、昭和6年に、日本共産党指導部の密命を受けてコミンテルンとの連絡回復のためソ連潜入を試みたが、 失敗した杉本にも病身の妻がいた。1937年昭和十二年日中戦争開戦に伴う軍国主義の影響で、吉子の出演する映画にも表現活動の統制が行われた。過去にプロレタリア運動に関わった杉本は執行猶予中で召集令状を受ければ刑務所に送られるであろうことを恐れ、ソ連への亡命を決意。 1937年、昭和12年暮れの12月27日、二人は上野駅を出発。北海道を経て、翌1938年、昭和13年1月3日、二人は、厳冬の地吹雪の中、カラフト国境を越えて、ソ連に越境をする。駆け落ち事件として、連日新聞に報じられ、日本中を驚かせた。この事件を機に、 日本では1939年、昭和14年に、特別な理由なく、カラフト国境に近づくこと等を禁じた、国境取締法が制定された。しかし、不法入国した二人に、ソ連の現実は厳しく、入国後わずか三日前で吉子は、杉本と話され GPU、後の KGB の取り調べを経て、別々の独房に入れられ二人は、その後二度と会うことはなかった。日本を、 潜在的脅威と見ていた、当時のソ連当局は、思想心情にかかわらず彼らに、スパイの疑いを着せたのである。拷問と脅迫で1月10日には、岡田は、スパイ目的で越境したと自白した。このため、杉本への尋問は過酷を極め、杉本も、自らや佐野広土方義、メールホリドをスパイと自白した。1939年、 昭和14年9月27日、二人に対する裁判がモスクワで行われ、岡田は起訴事実を全面的に認め、自由剥奪10年の刑が言い渡された。杉本は容疑を全面的に否認、無罪を主張したが、銃殺刑の判決が下された。10月20日、杉本は処刑された。12月26日、岡田はモスクワ北東800キロの黄色不臭。 カイスク地区にある秘密警察 NKD のビアトカ第一収容所に送られた。岡田はこの収容所で事故を取り戻し、ソ連当局に再審を要求する探眼書を書き続けたが無視された。このラーゲルに約3年間収容された後、1943年1月7日からモスクワにある NKVD の内務監獄に収容され、 約5年後の1947年12月4日に釈放された。ソ連当局は釈放前にこの5年間の虚構の経歴を作り上げた。モスクワの NKVD 監獄での彼女の活動、任務は明らかではないが、極秘の任務に属したと見られている。杉本の重殺は、吉子の晩年になって、ようやく明らかになり、それまではずっと、極中で、病死とされていた。 ただし、口実の今野務の調査で、ヨ子が1972年の里帰り前に、銃殺の事実を知っていたとは、確実とされている。また、彼らの亡命は、世界的演出家、メイエルホリドシクの口実の一つにされた。吉子は、ソ連入国後の初期、戦後あたりまでのことを後年語っているが、実際は話とは違い、いくつかの刑務所に、 圭十年近くも幽閉されていたことや、話していたことは、吉子の意思に関係なく、釈放の時に、幽閉の隠蔽として指示された作り話だったことが、吉子の死去後の1994年12月4日に、NHKBS2 で放映された、世界、我が心の旅ソビエト収容所大陸、レポーター、岸シ子の現地取材により、明らかになっている。この番組のディレクターである、 本の務は、この内容を、中央公論1994年10月号に、岡田義子の失われた10年として発表した。釈放後も、日本へはあえて帰国をしなかった。戦後、モスクワ放送局、後のロシアの声に入局。日本語放送のアナウンサーを務め、11歳下の日本人の同僚で、戦前、日活の人気俳優だった、滝口慎太郎と結婚。 穏やかに暮らす。また、現地の演劇学校に通い、演劇者として舞台に再び立ってもいた。一方、日本は、ヨ子の亡命後、太平洋戦争が始まり、彼女は忘れられた存在だったが、戦後の1952年、昭和27年、放送した参議院議員のコーラ富がヨ子の生存を確認。にわかに、日本で関心が高まる。 1967年、昭和42年4月に、日本のテレビ番組のモスクワからの中継に登場。往年と変わらない格尺とした口調で話し、またも日本中を驚かせた。そして、東京都知事の美野部良吉楽にを挙げての働きかけで、1972年、昭和47年、亡くなった夫の滝口の遺骨を抱いて35年ぶりに、帰国。 貴重な彼女もさすがに涙の帰国記者会見となった。その後は映画、男は辛いよとラジろうやけこやけに出演、クイズ面白、ゼミナール、鉄子の部屋などのトークバラエティ番組にも出した。ソ連でペレストロイカによる改革が始まり、やはり今では自分はソ連人だから落ち着いて向こうで暮らしたいと再び1986年にソ連へ戻る。以降、 死去まで日本へは二度と帰国しなかったが、日本のテレビ番組の取材には応じ、モスクワのアパートの自宅内も公開していた。日本からの取材クルーが来るととても喜んでいたという。晩年は、軽度の認知症など、老衰症状が出ていたことから、モスクワ日本人会の人々がヘルパーとして常時、入れ替わり立ち替わりで、彼女の面倒を追っていた。1992年、モスクワの病院で死去。 89歳胞図。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。